アリソン・シュミットは、アメリカ合衆国の女子競泳選手。ペンシルベニア州ピッツバーグ生まれの、ミシガン州キャントン育ち。キャントンチャーターアカデミー、キャントン高校を卒業した。高校時代、同州アナーバーのウォルベリンクラブで、マイケル・フェルプスと共に水泳を習った。2010年現在、ジョージア大学に在学しており、ブルドッグス水泳チームに所属している。 2009年の全米大学体育、協会選手権では500ヤード自由形で優勝し、全、サウスイースタンカンファレンス一次チームと、SEC 新人チームに入ったほか、SEC の今年の新人女性に選ばれた。2007年に、日本で開かれた大会で、シュミットは800メートル自由型リレーで4位、200メートル自由型で9位、400メートル自由型で11位、100メートル、 自由型で18位につけた。同年のジュニアパンパシフィック選手権では200メートルと100メートルの自由型で銅メダルを獲得した。2008年の北京オリンピックでは4200メートル自由型レレーチームの一人として銅メダルを獲得。個人の200メートル自由型では9位と惜しくも決勝進出を逃した。ローマで開かれた2009年世界水泳選手権には 200メートルと400メートルの自由型と4200メートル自由型リレーの3種目に出場。400メートル予選では4分02秒80という2番目の記録を出したが、決勝では4分02秒51で4位だった。2種目目の200メートルでは、フェデリカ・ペレグリニが持つ世界記録に1秒98迫る1分54秒96を記録し、銀メダルを獲得。 アメリカ記録も更新した。4200メートルでも最終泳者として1分54秒21で泳ぎ切り、総合で7分42秒56と中国の7分42秒08に次ぐ銀メダルを獲得、アメリカ記録を更新した。ありがとうございます。